は岩本恵美香です。さあ始まりましたペット図鑑、大好きなペットと暮らしたい、そんな皆さんの参考にしてもらえるよう私がいろいろなペットを調査紹介していきます。それでは早速行ってみましょう。今回もお邪魔したのは静岡市駿河区にあるズースクエア静岡。広い店内にはワンちゃん猫ちゃんのほか小動物や爬虫類などおよそ500種類の生き物を扱っています。現在ワンちゃん猫ちゃんを飼っている方向けに特典盛りだくさんなペット会員を大募集中です。今回はなんとペット図鑑の放送が50回目ということで、各コーナーのおすすめを順番に教えていただきたいと思います。はい、ではまずはアクアコーナーですね。はい、ありがたいことにね、50回というところで、まあ、僕らもね頑張って生態を紹介してきましたけども、まあ、今回特別編としてまずはねベタをね紹介したいと思います。うん、はい、まあ、こちらね見てわかるように、まあ、以前のねペット図鑑でもご紹介させておりましたが、本当に鮮やかなねお魚です。まあ、タイがね本場となっておりますけども、本当にクオリティの高いねベタをね仕入れさせてもらってトリートメントして販売をしておりますので、ぜひね当店の方でもねベタをね見ていただきたいなと思いますね。はい、はい、こちらは何を用意すれば買えますか？はい、用意はですね、まあ、小型の水槽でも買えるっていうところ、まあ、手軽に始めれるっていうところが、まあ、ベタのすごく特徴でもありますので、まあ、容器をね用意してもらって、まあ、あとはね熱帯魚ですのでヒーターですよね、熱帯魚用のヒーターをご用意いただくと。でオスはですね気が荒く喧嘩をしやすいので、オス同士の混縁は避けるというところを守ってほしいですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、注意点は結構少なめなので皆さん気軽に買えるんじゃないかなと思います。はい、それでは次のコーナーに行ってみましょう。はい、お願いします。続いては爬虫類コーナーにやってきました。はい、おすすめは何でしょう？はい、こちらですね、イグアナ軍団を紹介させていただきたいと思います。はい、はい、まあ、ペット図鑑でもね、まあ、放送させていただいた子たちなんですけども、まあ、イグアナはですねやはり人にもねよくなれるっていうところがまずポイントですよね。でさらにはね大きくはなるんですけども、まあ、大きくなって人になれるっていうところはやはりすごいね爬虫類の飼育にとっての魅力がぎゅっと詰まった生態たちなのかなと思っておりますので、まあ、今回はねピックアップはイグアナを紹介したいと思います。はい、かなり一押しですね。はい、そうですね。では、はい、用意するものは何でしょうか？はい、用意するものはもうやはりねもう本当に大きくなります。なので大きいケージはまあ必然的に必要にはなっちゃうんですけども、まあ、それもやっぱイグアナのためなのでね、ご勘弁いただきたいなってところなんですが、あとはですねこういったライト類ですよね、爬虫類飼育にはまあ欠かせないところです。紫外線ライト、バスキングライトというところはやっぱり用意する必要がありますよね。はい、で餌に関しては野菜がメインになるので、まあ、比較的ねそこの野菜という部分は、まあ、スーパー等でもね買えますので、まあ、そういった野菜を与えていただくという形がメインになりますので、そこはだいぶ僕らもいいのかなと思いますね。はい、はい、ありがとうございます。はい、かなりカラーも揃っていて豊富なラインナップになってますので、皆さんもぜひ注目してみてください。はい、では最後のコーナーに行ってみましょう。はい、よろしくお願いします。はい、さあ最後は小動物コーナーにやってきました。はい、何がおすすめでしょう？はい、小動物コーナーでは最後ですね、最後を締めてもらうとっておきの生態を紹介します。はい、はい、その名もコモンマーモセットっていうですね、うん、まあ、小さなお猿さんです。はい、はい、かわいい。まあね、見ての通り本当に愛らしい顔をねしておりまして、何かね話し始めるんじゃないかなとかね思うわけなんですけども、まあ、こうやってね人にだいぶ慣れてますよね。はい、でもこうやってお猿さんも、まあ、小さい時からね愛情を注いで、まあ、スタッフたちが日々ね世話をしていることによって、まあ、すごいね人間が好きになっている個体たちですね。まあ、用意するものはですね、まあ、比較的に運動量も多いですので、まあ、高さのあるケージを用意してあげて、こういったヒーターですよね、まあ、すごい本当に寒さとかにも弱いもんですから、まあ、本当に保温はねしっかり行ってあげて、まあ、長くね本当に一緒に暮らしていきたいコモンマーモセットですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、私も初めて見ましたが、お顔がとっても愛らしいんですよ。皆さんもぜひ見に来てくださいね。はい、ということで、はい、今回は、はい、アクア
爬虫類小動物コーナーからおすすめを紹介していただきましたが、いかがでしたか。小野寺さんからも一言お願いします。はい、はい、いよいよですね50回というところで、まあ、大きな節目を迎えたわけなんですけども、まあ、日々ねズースクエア静岡の可愛い生態たちをまあご紹介しているわけなんですけどもね、まあ、当然ねここの場で紹介しきれない生態、まあ、またはね用品も含めてさまざまな、ね、商品をペット専門店として扱っておりますので、まあ、ぜひねご興味のあるお客様もそうでないお客様も一回ね足を運んでいただいて、まあ、ズースクエア静岡の魅力をね感じていただきたいなと思っております。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。それでは、はい、せーのお待ちしてます。